ダークライ暗黒ポケモン、月が出ていない夜にはダークライが恐ろしい夢を見せるという話が伝わる。だってああレイジが目開けたまま寝てる。ずっといびきうるさいと思ったら立ったまま目開けて寝てんじゃん。悪夢見てるかどうかよりそっちの方が気になる。ああうなされてる。もう作れないよ。え、料理人側の寝言言ってる。あんまり作る側の視点から言わないけど、普通もう食べられないよとかだと思うけど。あ、スミちゃんも目開けたまま寝たんだ。さっきから全然喋んないと思った。謎の場所歩き疲れた。お腹すいた。あ、すごい、夢で需要と供給が一致した。レイジの店にスミちゃんがご飯食べに行ったら双方が満たされちゃう。こんなことあるの。カランコロンカラン、いらっしゃいませ。あ、すごい、引き寄せられる感じ。何名様ですか。5匹です。こちらのブルーシートにどうぞ。あ、すごい、ダブルボケだ。こちらお通しのハンバーグです。お互いがボケるから会話がめちゃくちゃになってる。これ今作ったの、はい、あらかじめ作ってないよね。ほえー、あらかじめてないよね。な、なん これは何。あらかじめてない料理作るのどうか。あ、これがダークライのせいでこうなってるってこと。グヌヌ、あ、グヌヌって言ってる。ダークライがレイジとスミちゃんの様子を見てグヌヌって言ってる。あ、多分想定外な。メニューを4つと机3個、温かいやつお願いします。一元さんお断りなんですよ。あれあれ、ディアルガとパルキアじゃない。ダークライここにいてる場合じゃない。あ、2匹どっか行っちゃった。ダークライ、え、レイジ VS スミちゃん VS ダークライ、